こんにちは、ゆうじです。今回は海外旅行、海外出張では、えー、フィットネス設備やプールなど、運動できる設備があるホテルを選びましょうという話をしたいと思います。まあ、えー、私も、あの、海外出張ではないんですが、旅先で体調を崩してしまって、大変な思いをしたことがあります。まあ、今は健康管理の、あのー、健康管理っていうのをしっかりしていて、まあ、 ふ普段の生活でも旅行でも、えー、体調を崩すっていうことが少ないんですけれどもまあ昔はちょっと健康管理のレベルが低くてですねまあ楽しみにしていた旅行が全く楽しめなくなってしまったなんていう経験があります、まあ、皆さんもそんな経験があるんじゃないかなというふうに思いますでえー、海外生活においてはですね、まあ、国内の旅行以上に健康管理が大事になってきてですね えー、旅行ビジネスが台なしになってしまうっていうのはもちろんのこと、まあ、海外でその病気とか怪我をするとですね、まあ、それ自体が大変な事態を招くっていうこともあります例えばですね、まあ、病院で症状とかをうまく説明できなくてトラブルになってしまったりとか、えー、あとは、えー、医療費が高くて全然払えなくなってしまったとかっていう事態が発生したりします、まあ、これは避けた方がいいですね でえー、健康を保つために必要なのが定期的な運動になりますなので、えー、海外生活においても定期的な運動をするためにフィットネス設備プールのあるホテルを選ぶことが大事になります、まあ、無理して運動するというか、まあのー 非常に負荷の高い運動をする必要はないんですけれども、まあ、朝だったりとか空いてる時間に運動する習慣っていうのは、あの海外生活でもあった方がいいです。まあ、それがもうあの短い海外旅行であっても、あの運動するっていうのは大事です。えー、というわけでですね、えー、海外旅行、海外出張においては、フィットネス設備、プールのあるホテルを選ぶようにしましょう。以上です。今回も 動画を見ていただきありがとうございます。